こんにちは、ソロリンです。今日はですね、私の誕生日でございます。はい、余命宣告をされて移植手術をして、3度目の誕生日を迎えることができました。手術からは2年4ヶ月ほどですね。で、3度目の誕生日となります。はい、無事にこの日を迎えられて大変嬉しく思います。お花も友人からいただきました。で、まあそうですね、余命宣告された時のことをちょっと今日は振り返りたいなと思って動画を撮っております。そうですね、ちょうど肝移植をするかどうかすごく私自身も悩んでいて、まあやっぱり移植するっていうのはなかなか大きな決断だったので、結構ギリギリまで本当に手術する決意ができませんでした。で、本当にもうどんどんと数値が悪くなる一方でして、それでまあもうあと2ヶ月、このままだと2ヶ月ほどだよっていうことを先生に言われました。で、その時は本当にまだ移植するかまだ迷っていたぐらいだったので、結構ギリギリだったんですけれども、なんとなくこう自分の中でまあショックはあんまり受けてなくて、まあ自分の体のことも悪化していく状況も分かっていたし、まあ、自分がどんどん腹水溜まっていって顔が黄色くなっていくっていうのも目に見えて分かっていたので、まあ余命宣告自体は驚かなかったです。でもまあやっぱりなっていう感じではありました。で、まあまだ私、まあ、20代なんですけれども、なんか結構もうまあ人生いろいろと楽しいんだし、まあ、正直別にもう悔いはないかなと思っていたんですけれども、でもやっぱりいざこう体調が悪くなっていって、やっぱりしんどいし動けないしご飯も食べれないし息苦しいしっていう、やっぱ体の負担っていうのを感じた時に、やっぱり生きたいっていう気持ちと、もうこんなにしんどいならもういいっていう気持ちと両方あったんですね。でもなんていうかな、そう、両方もうこんなにしんどいならもういいやとも思ったし、元気になりたいっていう思いもありました。でもその余命宣告をされた時はなんとなく自分はまだここで死なないだろうなみたいな、なんか死ぬつもりというか死ぬ気がなかったんですね、まあ、実感がなかったっていうのとはまた違くて、なんか自分はここでは死なないだろうなっていうのがなんとなく思いました。それでまあ移植手術の病院とかも、まあ、ちょっと悩んでいたんですけれども、まあ2ヶ月を切ってきて結構自分の意思も手術したいっていう気持ちが高くなってきたので、まあとある大学病院の方にお願いしますということで手術をすることに決めました。はい、まあまたその後移植手術をして、まあ、ICU でいろいろとリハビリなどをして、まあ、臓器移植を乗り越えたんですけれども、まあ、やっぱり皆さん本当に臓器移植されてる方は今でもすごいなと思いますし、なかなかやっぱり手術を受け入れるっていうのにたどり着くっていうのもやっぱり一部の方なんですよね。どうしても、まあ、ドナーの方の条件があったりだとか、まあ、ご自身のレシピエントの移植したいかどうかっていう意思とかもあるので、まあ、まだまだ日本でも臓器移植というのは、まあ、昔よりはねやっぱりあの件数は多くはなっていますけど、まあ、まだまだ身近に移植手術されたっていう方は少ないと思うので、まあ、そこまで多く頻繁に行われている手術ではないのかなと思います。で、やっぱり私こうやって YouTube で発信しているので、まああのお子さんが胆道閉鎖症ですっていう方であったりとか、同じ原発性硬化性胆管炎ですっていう方からメッセージもいただくんですけれども、まあ、やっぱり臓器移植について
どうだったかっていうことを聞かれるんですけれども、まあ、私はやってよかったなって思います。そうですね、やっぱり3度目の誕生日は迎えて、まあちょくちょくね、私の場合は胆管炎で入院したりだとか、まあちょっと薬が増えてしまったりっていうこともあったんですけれども、やっぱりでもその術後の生活っていうのは、まあ今はもう在宅勤務ですが仕事もしていますし、まあ結構ね遊びにもいろいろと行っておりますので楽しく過ごしております。で、なんか移植手術をすることによってやっぱり自分の人生を見つめ直す機会にもなったし、やっぱりこう死っていうことについて考えるというか、なんか今後の人生のやっぱりあと何年生きれるかっていうのもわからないけど、他の人よりかはやっぱり移植してもね、やっぱりまあ難病とかっていうのは進行してしまったりするので、今やりたいことはやりたいなと思うし、今を大事にしないといけないなっていうのはすごくこうなんか感じています。なので私の場合はまあ結構いろいろやりたいことはやりに行こうっていう派なので、まあいろいろと今のうちにやりたいことはやろうっていう感じで日々楽しく過ごしております。まあ、結構手術するギリギリの時も旅行行ってたので、もともとそういうタイプではあるんですけれども、はい、そんな感じで3度目の誕生日を迎えることができました。そうですね、やっぱり結構今登録者数も YouTube の方増えてきて、この配信が誰かのお役に立ててたりだったりだとか、なんか励みになってたりするのかなと思うので、まあいろんなジャンル、病気のことであったり、まあ旅行のことであったりとか、これからも発信は続けていきたいなと思っております。はい、結構コメントでいろいろと書いていただいてることも、まあ、動画にできたらいいなと思いますので、引き続きコメントとグッドボタンも押していただけると嬉しいです。あとなんか手術してから味覚めちゃくちゃ変わってはないんですけど、なんかあんまりケーキとか食べなくなって、誕生日ケーキは食べずにはい行こうと思います。なのでちょっと誕生日っぽくない映像なんですけれども、今日で誕生日を迎えました。X の方でもたくさんのお祝いコメントありがとうございました。では今日の動画はこの辺で終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。LINE スタンプ販売中。